こんにちはえっと今日はですね今日は、えー、このミックスケークと200円商品のダイソーさんのミックスケークですもう3月になりましたね早いあったかくなってきましたけど皆さんの地域はどうですかちょっとね春っぽいものをまた編んでみようかなと思いますカラーナンバーが46番のベビーピンクごめんなさいペールピンクですね カラーーナンンバーが46番のペールピンク。ご存知の方も多いと思うんですけれども、私これの色違いで、えっと、国運カーデを編んだと思うんですけれども、これ結構ダイソーさんにもね、まだありますけれども、ジャンコードです。そして、もうあのか、簡単にですけどね、説明。アクリルが100%です。 80g の 124m ですね。で、ぎ針が8号になってます。棒針が8から10。これと、えっと、この、先日買ったこのですね、ルミナスのピンクですね。シャインピンク。もうあの,あの、ジャンコードだけですね。ごめんなさい。これとこれで、これとこれど、どうじゃなくて、これとこれを引き揃えて、春っぽいですね。もうランチバッグ、ランチパックじゃなくて、ランチバッグ、 を編んでいいいきたいと思いますでもですね、あの、玉編みをしていくので、あの、糸がね、結構いるなと思,思うんですよね。なので、そこだけは、白のアクリルーンで大円形を編みました。これもね、あの、ここ持ってきてないんですけど、あの、白っぽいルミナスと、少し、少しっていうか、引き揃えて編んでます。8号針で編んでいます。で、棒針は、 8号針なんですけれども、これですね。8号針で編みました。そして、14目。ここですね。14目鎖編みをして、それから8段編みました。そして全部で今72目。一周がですね、72目になってます。ここから糸を変えていこうと思います。なので、この この8号針で今のミックスケークとシャインピンクのルミナスを2本取りでここから玉編みでですねちょっと編んでいあ全部玉編みだとちょっとごちゃごちゃなっちゃうかなと思うので、えっと、何段かですね玉編みをしていきたいと思います楕円の編み方は別にあの動画を出しててリンクを貼っておきますのでえっとよかったらですね見てくださいあの 多分え、多分じゃない、うん、あのバックを編むときにねあの、編んだの動画がありますので、そのリンクを貼っておきますので、何分から何秒って多分書いてると思うので、そこだけでも見ていただけたら嬉しいです。で今からですね、この、これを2本取りにして編んでいきたいと思います。はい、2本取りで、これですね、2本取りにしたので、えっとく、引き抜くところで糸を変えます。なので、最初の 細編みの頭にかぎ針を入れて、この2本で引き抜きますね、ここで。そして、この糸端を4本あるんですけれども、ぎゅっと引っ張って、今から編みくるんでいきたいと思います。糸端をとりあえずずっと引っ張っておいてですね。そして編みくるんでいきます。まず、鎖編みを1回します。 そしたら同じところにかぎ針を入れて最初は長めにですねこれ編みくるみながら長めに引き出しますぎゅっとこんな感じでそしてこの中にまた未完成の中長編みを3回入れますね1回2回3回入れます そしてこれを全部一緒に引き抜きます。引き抜きます。そしたら鎖編みを一回。そして最初の玉編みの頭ですね。ここにマーカーをつけておきます。そしたらですね、これ編みくるみながら言ってるんですけど、今一つ入ってるので、次の目は一つ飛ばして、 次の目に同じことをします。かぎ針を入れ、ごめんなさい、入れて、一度長めに引き出します。そして、この中に、同じところに、未完成の中長編みを1回、2回、3回入れます。そして、これ全部一緒に引き抜きます。そして、鎖編みを1回、きれい。 そしたらまた一つ飛ばして次の目に編みくるみながら一度長めに引き出します。で同じところにまた未完成の中長編みを1回2回3回入れます。そして全部一緒に引き抜きます。そして鎖を1回。 あと2回ぐらいしますね。同じ、全部、ずっと同じです。一つ飛ばして、次の目にかぎ針入れて、一度長めに引き出します。そして同じところに、未完成の中長編みを1回、2回、3回します。そしてこれを全部一緒に引き抜きます。 そして、鎖編みを1回。もう1回だけ。一目、うん、次ん、ごめんなさい。次の目を1目飛ばして、次の目にかぎ針を入れて、長めに引き出します。そしたら、同じところに、未完成の中長編みを1回、2回、3回入れます。 そしたらこれを全部一緒に引き抜きます。そして鎖編みを1回。これをずっと1周ぐるーっと1周していきますね。はい。1段目最後までしてきました。あと1個残すだけ。次の目を1つ飛ばして次の目に針針を入れて一度長めに引き抜いて同じところに未完成の中長編みを1回。 二回三回入れますそして全部一緒に引き抜きますそしたら鎖編みを一回してから最初のこのマーカーをつけた玉編みの頭に引き抜きますここに引き抜きます引き抜きます そしたらこれで1段目が終わりました。2段目はですね、まず鎖編みを1回しますね。鎖編みを1回。そしてくるっと回します。で往復編みをしていきます。た、えっと今、ここ空いているところですね。一番すぐですね。玉編みの今鎖編みを1つして、すぐこの隣の左側、ここ空いているところにかぎ針を入れて一度、 長めに引き出します。そして未完成の中長編みを1回、2回、3回入れます。そして全部一緒に引き抜きます。そして鎖編みを1回。で、玉編みの頭にまたマーカーをつけておきます。ここですね。そしたら次入れるときは、こっち側の、この玉編みの ぎゅっと引っ張ってもらったらわかるんですけど、ここ、ここです。ここではなくて、この玉編みの横のこの空いているところ、ここに入れます。ここですね。ちょっと外がうるさいけどごめんなさい。隣の車がなんかうるあの音を立ててますけれども、えっと気にせずに編んでいきたいと思います。この玉編みのぎゅっと引っ張ったらここ空いているところがあるのでここですね。 ここ。こっちじゃないです。上のこの、ここですね。ここにかぎ針を入れて、一度長めに引き出します。そして同じところにまた、未完成の中長編みを、1、2、3回入れます。そして全部一緒に引き抜きます。そして鎖編みを1回。そしたら次は、この、 玉編み次のこの横の玉編みのギュッと引っ張ってもらったら分かるんですけどここですねここ。こっちではないです。この右上の方この玉編みのこの空いているところここにかぎ針入れて長めに引き一度引き出してから同じところにまた未完成の中長編みを1回2回 3回入れます。なんかキラキラしたか可愛い,いですよ。そして全部一緒に引き抜きます。で鎖編みをまた1回。たら次はこの横の前段のこの下のねこの玉編みのぎゅっと左がぎゅっと引っ張ったらここに空いているところがあります。こっちにも空いているところはあるんですけれどもこっちではなくてまあえっと簡単に言うと右上になるのかな上ですね。 こっち、ここです。ここではないです。この玉編みのギュッと引っ張って、ここ空いてるところ。下も空いてますけど、私のこの汚い指が出てるここ。空いてますけど、この上の方ですね。ここに、かぎ針入れて、一度引き出してから、同じところに、未完成の中長を1回、2回、 三回入れます。そして全部一緒に引き抜きます。そして鎖を一回。かわいい。<laughs> かわいいな。<laughs> そしてですね、もう一回、もう一回だけしますね。次は、ぎゅっと引っ張ったら、ここ。玉編みの空いているところ、ここです。ここです、ここ。ぎゅっと引っ張ったら、ここね。ここに、かぎ針を入れて、 一度長めに引き出してからそして同じところに未完成の中長を1回2回3回入れますそしてこれを全部引き抜きますそして鎖編み1回ただこうジグザグな玉編みになっていくのでこれを最後までまた繰り返していきます。 はい。二段目の最後まで来たので、もうここと三段目の最初だけちょこっとだけ編ませていただきます。このね、次のこの玉編みの空いている。今ちょっとガバッと空いてますけど、こっちも空いてるんですけどね。ここですね。ここに、一度引き出してあげて長めに。そして、未完成の中長を1、2、3。 そして全部引き抜いてから鎖編みを1回。そしてごめんなさい、今ちょっと取ったんですけれども、ここ最初の玉編みの頭に引き抜きます。これで2段目が終わりました。3段目の最初だけですけど、鎖編み1つで立ち上げて、ぐるっと回して編みやすいようにこうですね。こっちに向けてあげて、そして編んでいきます。今鎖編み1目したので、もうこの すぐそこ空いてるところにかぎ針を入れて一度長めに引き出してあげて未完成の中長編みを1回2回3回してから全部一緒に引き抜きますそして鎖を1回で最初の玉編みの頭にマーカーをつけておきますそしたら次はこうした時にちょっと見にくいけどここですね こっちですね。この玉編みの横。これですね。ここにかぎ針を入れて、一度長めに引き出して、同じところに未完成の中長を1、2、3したら全部一緒に引き抜きます。そして鎖を1回。 こんな風にですね、えっと、もうこれの繰り返しになるので、あの、奇数段がね、表になるんですけれども、もうこれの繰り返しで何段か編んでい,、ま、たいきたいと思います。うんと、レミナスは、あの、足りると思うんですよ、私。あれから買い足してきたので、一玉だけピンク。 ピンクとミントグリーンですね。ひと、ひと玉ずつちょっと欲しかったので、買い足してきたので、ルミナスは足りると思うんですけれども、まあ、とりあえず何段間で、もうこれは、この編み方ばかりだとちょっとあれかなと思うので、もう上は、上の方はちょっと簡単にも細編みとかで編んでですね。そして、巾着をこうするように。ちょっとこれを使おうかなと思ってるんですよね。あの、セリアさんで買ったキララコットンで巾着部分。 あるじゃないですか。上にキュッと絞るように。あれを作ろうかなとは思ってるんですけど、まだちょっと最終的にはわかんないですけれども、とりあえず、これを何段か、今から編んでいきたいと思います。今2段目、3段目なので、また何段編みましたっていうのを後でご報告したいと思います。はい。えっ、ー、と、このジグザグ玉編みの模様を5段編んできました。なんかランチバッグというよりも、普通のバッグの大きさになりそうな気がするんですけれども、 まあね高さをそんなに出さなければいいかなとは思うんですけど普通のバッグにしても別にねいいかなと思う,思うんですけど、まあ、とりあえず編んでいこうかなと思います、えー。5段編んできたので最初の玉編みの頭に引き抜いてもうここからはあまりにちょっとこうモコモコしてもあれなのでここからい,いつものようにですねあの整えます細編みで。 一周、細編みします。鎖編み一回して、もう往復編みはなしで、えー、同じところに一度、細編みをして、目を拾いながら、72目あるので、72目細編みをしていきます。1、ここですね。鎖編みをしたところ。2、で、玉編みの頭。3、細編みをしたところ。 4ちょっと拾いにくいですけれども4ここですね玉編みの頭5だからこれ2目ずつあるのでこの玉編みのところに玉編みの頭と鎖編みしたところがあるのでそれをずっとただ1周拾っていきます。72目あると思いますのので最初の 元のね、数に戻ると思いますので、このまま細編みをずっと一周していきたいと思います。はい。最後ですね。71。そして、鎖編みしたところで72。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。5段し、ジグザグ玉編みをしたら、 ジグザグ模様の玉編みをしたら一段細編みをします。そしたら次は長編みをしていきたいんですけれども、まず、ここが開かないように、1、2目、2目で立ち上げて、同じところに長編みを1回入れます。これを長編み1本と数えます。なので、今から2本目。 これで72あるので今から72これで3本目4本目5本目というふうに1目に1つずつ72回長編みを入れていきますこんな感じですねずっと一周していきますはい長編みの7172ですね最後72 きましたそしたら最初の長編みの頭に引き抜いてからここからまたえっと、うん、変わり細編みの長編みみたいな感じの編み方をしていきます、えー、鎖編みを1まず2 3で立ち上げますそしてどうしようかなまあ、とりあえず3で立ち上げます うん、違う。ごめんなさい。長編み2で立ち上げて、開かないように同じところに長編みをしますね。で、これで1本。これで長編みが1本ですね。ここの立ち上げて、まあ、2本になってますけれど、2本にこう見えますけれども、これが1本です。そしたら次のこの長編み。2本目の長編みは、足をすくってあげて、 長編みに引っ張って、長編み。これ何回かしたことあるんですけれども、これですね。そしたら次はこの長編みは頭を拾って、あの、変わり細編みの長編みみたいな感じですよね。<laughs> ちょっと違うかな <laughs> ちょっと違うけどな、なんとなくですね。そして、今この長編み頭を拾ったので、次のこの長編みは足を全部すくってあげて、表引き上げ上げ。 次は頭。拾って長編み。違いますね。変わり細編みの長編みバージョンではないですね。すいません。<laughs> ちょっとかんん言い方がおかしかったですね。ごめんなさい。で、頭を拾ったら次は足。全部すくってあげて、表引き上げ編みをします。そしたら次の長編みは頭を拾って、普通に長編み。 そしたら次は足を拾すくって長編みの表引き上げ。これを最後まで交互に繰り返していきます。あとここですね、頭。そしたら次は足をすく、これを全部すくってあげて表引き上げ。これをずっと一周していきます。 はい、最後の方まで来ました。今70なので、次は頭。今、足を拾って70目。70目目は足をすくって表引き上げを編みをしたので、今度は71目は、1目目は頭を拾って長編み。そして最後の目は、足をすくって表引き上げ編み。長編みに引き出してきてから長編み。そして最初の 長編みの頭に引き抜き抜ます。すすそしたら次はででね、えっと、今2段目ですね。今段目長編みをず細編みを一段して長編みをしてで長編みと表引き上げ編みの交互の編み方を今一段してきましたので2段目はまた反対ですねここここ2本こう見えますけれどもこれが1つですねこれが1目これが最初はこれが1目ですこれが1目。 1> 1つのの長編みになるのでここは普通に頭を拾って長編みをしたので今度は鎖編みをまず12回したら今度はこの足2つ2つというか太いですけれどもこれを全部すくってあげて表引き上げ編み長めに引っ張って長編み。 そしてマーカーをつけます。最初だけちょっとね、やりにくいですけれども。そしたら次は前段で表引き上げ編みをしているので、ここは頭を拾ってですね。これ何回かもうあの編んだので、編んだことはあるんですけれども、編み方結構可愛いので、編み目が。なのでしています。次は前段で普通に頭を拾っている長編みなので、今度は足をすくってあげて、長めに引き出してきて、 長、表引き上げ編みをします。長編みの表引き上げ編み。次は、表引き上げ編みを前段でしているので、頭を拾って。なのでね、前段と違う仕方を交互にしていきます。次は、表引き上げ編み。前段で、ここね、普通、短い長編みなので、頭を、頭じゃない、ごめんなさい。足をすくってあげて、長めに引き出してから、 長編編みみの表引き上げ編み前段で長い長編みがある時は頭を頭を拾って長編みこれですねこれをずっと何段かしていきたいと思いますずっとっていうかどうなんですかねちょっともうこれ繰り返しなのでもう飛ばしますけれども可愛い,いんですよねめっちゃ可愛い,いんですけど まあ、ランチバックにするならもうほんとちょっとでいいと思うんですよね。バッうん、でも、バック、バックにするよりは少しこう浅めのランチバックにしたいので、何段かまた編んでからですね、皆さんにご報告したいと思います。なので、ここは飛ばしますね。今の編み方をちょっと繰り返していきます。はい、えー、っと、長編みの表引き上げ編みと、 普通の長編みの模様編みを5段してきました。鎖編みじゃない、ごめんなさい。玉編みを6段して、細編みを1周、1段しました。そして、普通に長編みだけをずっとね、1周してから、それから、えっと、表引き上げ編みと長編みの模様編みをしたんですけれども、長編み1段は、ちょっと模様編みには数えてありませんけれども、とりあえず、 表引き上げ編みと長編みをしたのは5段です細編みをして長編みをしてそして5段模様編みをしてきましたそしたらえっと今度はどうしようかなと思ったんですけれどもこれを裏返しにしますこれを裏返しにして 往復編みではなくてこのままですね。裏返しにして細編み筋編みをしていきたいと思います。ここにとりあえずごめんなさい。えっと引き抜いた状態で。引き抜いた状態で1回鎖編みをしてから裏返します。今、あの引き抜いたまま裏返しをしました。けれども。 こう、こういう感じでしてたので、一度鎖編みをしてから、今みたいに裏返します。こんな感じでですね。そして、うんどうしようかなう。ここから筋編みをしていこうと思いますので、細編みのこの長編みというかね、この頭、ここ全部拾うのではなくて、向こう半目。 向こう半目を拾ってやっていきます。今鎖編みをした同じ根元の向こう半目。こっち側ですね。こっち側を拾って、すくってあげて、え拾ってですね、拾って、細編み。こうですね。そして、マーカーをつけます。ここにマーカーをつけます。 こうですね。今、ここですよね。ここを拾ってしたので、次は二目目二目目の向こう半目を拾って、細編み。からまた、向こう側。向こう半目を拾って、細編み。裏返しにしてですよ。裏返しにして、筋編みをしていきます。向こう半目。 見えますかね向こう側。鎖編みの向こう半目を拾って、細編み。これ72目あるので、ずっと72目。筋編みをしていきます。この段だけですね。この段だけ。こんな感じで、向こう半目を拾って、細編み。向こう半目を拾って、細編み。これを一周ずっとしていきたいと思います。 はい。途中ですけれども、今、筋編みをしていってるんですけれどもね、すじ編みをして、最初のまあ、細編みの頭にはつけましたけど、すじ編みをしたら、ここにこう、筋がこう、出るじゃないですか。ここにこう、筋が出てるんですよね。同じ数だけこう出、出るじゃないですか、すじ編みでしていったら。なので、一番最初のすじ編みのこの、細編みのね、下、えっ、ー、と、下にせ線が出るので、ここですね。 この一目目ここにもちょっとマーカーをつけておいてください。そっちの方がわかりやすいので、ここね、細編みの一番最初の筋編みをしたこの筋、ここにマーカーをつけておいてください。あとはずっと筋編みを続けていきます。はい、最後まで来ました。これが72目ですね。72目の向こう半目を拾って、筋編みをします。そしたら、またこの72目の最後の、 ここがあれだからここですね、この最後の筋編みが出たところ、ここにもマーカーをつけておいてください。そして、あ、ごめんなさい。また手でぶち当たってしまった。<laughs> そしたらまた、ここ最初の細編みの頭に引き抜きますね。引き抜きます。で、ここが最初の筋編みで、こっちが最後の筋編みのところですね。マーカーをつけておいて、 そしたら、ここからまた、ひっくり返します。また表にひっくり返します。マーカーはつけたままですね。マーカーはつけたまま、もうひっくり返して、あとは、引き抜き編みを一周していきます。かぎ針に糸を戻して、 引き針に糸を戻してからうーんと引き抜き編みそっかそうですねどうやって引き抜き編みをしていこうかなこんな感じでしていこうかなこっち側でしていきたいのでうーんとどうしよう。 もうこのまま、ごめんなさい。このまま引き抜き編みをしていきますね。こっち側に糸が渡ってますけど、こんな感じで、糸を向こう側にやって、そして、ここからね。うーん、どうしよう。ちょっと難しいかな。ここから、いや、いや、いや、ここからしていきます。ごめんなさい。この糸、こっち側にありますけど、こんな感じでして、向こう側にこうやってですね。そして、 次の目から引き抜いていきます。こんな感じでずっとね、引き抜いていきます。見にくいですけれども、こう見たら分かるけど、ここ。ここに入れて、引き抜く。こんな感じですね。一番最初にマーカーつけておきますね。後で糸始末しやすいように。 そしてここですねこここれ鎖編みを拾ってそして引き抜く次はここですねこう見たら分かりますけどこの鎖編みを拾ってこれを拾って引き抜く次はこの鎖編みを拾って なんかね、一生懸命してるときか声がちっちゃくなってるみたいで、すいません。なんか、聞きにくいところがあると思いますけれども、一生懸命してたら声がちっちゃくなるんですよ。今、わざと大きい声出してますけど。で、ここですね。この鎖編みを拾って、やりにくいですけど、まあ、やりやすい方法があると思うんですけど、私はちょっとこうやってします。 こうね、鎖編み。こう見たらわかるんですよね。こう見たらここ鎖があるので、これをずっと拾って引き抜いていくだけです。こんな感じで。こう見たらね、こっちから見たらなんかわかりにくいけど、こう見たら、ここに鎖編みがあるじゃないですか、ずっと。こうね、これを拾って引き抜いていきます。 もただそれだけなので、えー、最後までいきますけどこう見てですねこう見てこれを全部拾ってこう見たら分かりやすいと思いますごめんなさい鎖編みがここずっとあるのでこれを拾って引き抜いていきますはい72目最後まで引き抜いてきたのでこれを糸始末しますね 長めに切って少し長めに切ってこれを糸始末していきます、えー、ミックスケークがミックスケークがあと少ししかなくなったので持ち手の部分はうーんと違うアクリルやんかなんかでねしたいと思うんですけれどもまだねあのー、この ルミナスは結構ありますよ、ピンク。なのでね、可愛い,いからですね、皆さんも。ルミナス買ってみてください。<laughs> なんかこう、あれ、なんかね、無理やり感、無理やりなんか買わせてるみたいな感じですけれども。<laughs> あの、可愛い,いですよ、なんか引き揃えると。 揃えるとねすごくくね可可愛愛らららしししほキキララてくなるので、ね、なんかどんな感じになるかちょっとわかんないですけどこれ糸始末はねしますけれども糸始末するときにこのなんていうのかなすじ編みのところはわかるようにしておきたいのですじ編みのところからですねあのこっち側からずっと コットンやん,をで編んで、巾着部分というかね、締めるところを作っていこうかなと思うんですよね。それで筋編みしたんですけど、皆さんどうやってしようかな。よくこう、わかんないんですけど、自分の仕方、か考えた仕方なので、ちょっと、ん、皆さんにとったら編みにくいかもしれませんけれども、ね、ちょっとこれ糸始末していきますね。 が取れちゃったから糸始末ちょっとしていきます綺麗にねこっち側に隠していきたいと思いますこの筋編みのところは隠さないようにこっち側にずっと糸を隠していきたいと思いますそしてちょっと折り返しですねはい糸始末をしてきました今本体がこんな感じなんですけれどもまだねサイズとかはまた出来上がってからしようかなと思うんですけどまあ、こういう風な感じで 下の方がね、ちょっとこう、ジグザグの玉編みで、ちょっとこ,ここは違う感じでしたんですけれども、持ち手はここにこうつけていきたいんですよね、後から。そして、今からはこのコットンヤンで、このキララ、ニューキララコットンでですね、3号から5号ってかぎ針書いてますけれども、うん 6号でいきたいと思います、これは。で、ここ、この、今からするのは、ここからね、この筋編みのところをずっと、6号針で、これで、巾着部分、少しね、編んで、ぎゅって締められるような感じに作っていきたいと思います。なので、えっと、今からはこれと、それから6号針に変えます。 これですね。6号針に変えていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね。ここからちょっと違う日にとっています。ここまで編んだんですけれども、もうこれ以上ちょっと編む時間がなくて、ちょっと違う日になってますけれども、その間にですね、あの、持ち手と、ちょっとね、ここに付けるお花を編んでみました。えっ、ー、とね、持ち手は、あの、 これでも良かったんですよね。このくらい残ってるので、このミックスケークでも良かったんですけれども、ピンクを入れたいなと思って、このね、あの友達からもらった、このベビースタイルというね、この家にこのベビーピンクというか、ベビーピンクみたいな色が使いたかったので、これと、でもね、これちょっと細いので、どうしようかなと思ったんですけれども、 ごめんなさいちょっと説明になりますけれどもこのベビースタイルというこの糸ですねこれは多分湯沢屋さんだったかなどこかで買いましたって友達言ってたんですけれども湯沢屋さんって書いてますけれどもこれちょっと細かったのでこれを2本2本取りとこれを2本ですねこれを2本とそして、えー、とこのルミナスをまた1本ですね このルミナスを余ってるルミナス。このピンクのルミナスを1本と、そして家に余ってるこのアクリルケート。ダイソーさんのアクリルケートですね。これを1本合わせて4本で。こんな感じで4本でですね。えっと、15針で編んだんですよ。15針で。ただね、ミックスケーキでもいい。 よかったかなぐらい。でもちょっとね、ピンクがこう,いうくなって可愛いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、4本、この4本取りでですね、別に4本取りで編む必要もないんですけれども、このミックスケークでね、編んでも、これとルミナスで編んでもよかったんですけど、ちょっとしっかりさせたかったので、一応、本当はもっとピンクピンクしたかったんですけど、このピンクだけでは、あの、何て言うのかな、ちょっとふにゃってなりそうだったので、 この白のアクリルヤンを足しました。これをちょっと2、二玉あれば4本取りとかにできたんですけれども、1玉しかなかったので、これを4本取りにする方法はちょっと私はよ,よくわからないので。<laughs> なので、これを2本とルミナスのこの余りを1本取りと、この白のアクリルヤンの1本取り。そしてこの4本ですね。この4本取りで15針で。これは、 もう、あの、二十、二十五目鎖編みを編んで、まあ、後でちょっと編もうかなと思いますけれども、ちょっと今からちょっと編んでみますね。もう、このアクリルーン1本で、どんな感じだ、どんな感じに編んだかというのだけですね。あの、皆さんね、ご存知の方、本当にもうご存知だと思うんですけれども、一応ですね、八号針でこれを、この持ち手を、 まあ、どういう感じで編み、編みましたっていうのはね、ちょっと取ります。なので、えっと、ここら辺はもう全然必要ないよって言われる方は、あの、スルーしてください。まず作り目をして、ただこれをね、鎖編みを25します。1、2、3、4、5、6、7、24、 25鎖編みを25目ししてきましたもうこの間はねえっとリュースイートでそこを編んだ時はこの,こ,のこの編み方でしたんですけれども編まなかったんですけど今回ちょっとね編んでみようかなと思いますすぐ終わるので25目鎖編みをしたら鎖編みをもう一回しますで25目目ここに指を置いていてこの25目目からまたこっち側にずっとですね25回、はい えーっと、細編みをしていきます。目を拾って。で、最初の頭にですね、細編みの最初の頭にマーカーつけておきます。なので、私は向こう半目を拾うので、2。苦手ですけれども、3。これを25。最後まで編んでいきます。4。5ですね。今23まで来たので、24。 最後25ですね。25まで編んだら、この糸をですね、一度右側に置いて、同じところに、ここ、増し目をするので、もう一度、この中に、細編みを入れます。こんな感じでですね。そして、またこの糸を左に置いて編みくるみながら、今度はこっち向きにして、また同じところですね。今2目入れたところから、またここから、 これを一目と数えて、1、編みくるみながら、2、3、変な音がした。<laughs> 4、洗濯物が落ちたかも <laughs>。5ですね。5、5をずっと最後まで25目編んでいきます。今ここ5目編んだので25目編んでいきますね。 はい、23編んできたので、またここに24。そしたら最後の25目めには、またこ、こっち側で1目増やすので、2回入れます。25目めに2回。こんな感じで入れます。そして最初の細編みの頭に引き抜いて、終わり。これで、この持ち手は、こんな感じで作ってるんですよ。だから、今、この、っとごめんなさい。あの、 8号針でアクリルヤーンではこんな感じですけれどもこれねこれはこのアクリルヤーンを1本とややこしいですけれどもこのアクリルヤーンを1本とでこのルミナスですねルミナスを1本とこの友達からもらったこの何でしたっけえっ、ー、とベビースタイルというねこの糸を2本全部で4本取りで10号針で 編んででいるだけですこの編み方をしてるだけです。4本取りで8号ではなくて、この10号針で。この10号針で4本取りで編んだらこんな感じになりますということですね。で、今、その編み方をこれ1本でしてみました。でも全然ね、やっぱりね、ふにゃふにゃなので、これ結構しっかりしてるんで、短いですけれども、しっかりしてるので、これを2本同じように編みました。こんな感じでですね。 なので、これは編み、編み方っていうか、もう本当申し訳ないんですけれども、もう私の編み方っていうか、もう本当ご存知な方は、全然スルーしてください。これを2本編んでます。そして、またね、この、余ってたので、この、ベビースタイルを2本と、そしてこのルミナスを1本。この3本取りで、こんな感じで、ちょっとピンク、ピンク、ピンクしてるので、 それを8号針でお花を編んでます。お花はね、いろいろ編んだんですよ。あの、レトロなお花、レトロポップなお花、鎖編みのお花、それから、えっと、なんやったかな。なんかこう、平べったいお花も編んだんですけれども、やっぱりどうしてもこの長編みのお花が一番可愛い感じがするので、これをですね、今のベビースタイル2本と、このルミナス1本、この3本取りで8号針で。 これリンクは貼っておきますけれどもこのリンクを貼っているのはこれ8枚の花びらのお花になるんですけれどもただそれの,の円の中に花びらを6枚なのでそれは8個細編みを入れているので、えー、と6個ですね円の中に6個入れてこの花びらああん同じ編み方なので編んでいただけもし編んでいただけたら嬉しいと思うんですけれども。 別に8枚の花びらでも可愛いと思うんで、そのまま編んでいただけても、すごくね、可愛いと思います。自分で言うのなんですけれども。で、皆さんと一緒に選ぶのまた、時間がか、私がね、どれがいいですかとかで時間かかるので、あのこのビーズ、大きいビーズを、ダイソーさんかセリアさんか忘れましたけど、後でね、この中に、また後でちょっと選ぶこともあると思うんですけれども、この中に入っている、この大きなね、この玉、これをあのグルーガンでつけました。 ちょっと前置きがありましたけれども、一応ですね、どういうふうに編んだか、この空いている時間をですね、編んだか、ちょっと皆さんに伝えたかったので、今動画を撮ってます。本当はこのもう本体から、あの、これを、これとこれ編みましたで、この本体からですね、この巾着部分を編んでいこうと思ったんですけれども、え、それどうやって編んじゃんって思う方もいらっしゃると思うので、一応ご説明させていただきました。これ2本と、このお花。で、このお花は、えー、っと、 本当は、あの、コサージュにしたかったんですけれども、コサージュピンがどうしてもなくて、もう、あの、買いに行くのがめんどくさいので <laughs>、今ですね、今気づいたので、もう、買いに行くのがめんどくさいので、後で、あの、糸でね、ちょっとこう、つけようと思います。あの、グルーガンだったら、取ったら汚いので、なかなか取れないので、だから糸でこう、少しつけてたら、後でね、あの、お花いらないと思ったら、こう、切ってですね、外せばいいだけなので、 そうしようかなと思います。で、今から、本当に、えっと、この中の、ここですね。ここ、こう、巾着にギュッとする部分を編んでいきたいと思うんですけれども、このルミナスが少し余ったので、もうこれを1本と、そして、あの、セリアさんで買った、この、ニューキララコットンのピンクですね。何番でしたっけ。この19番。これを1本取りで編んでいこうと思います。 これを一本取りというのは、これが一本でということですね。この一本とルミナスを合わせて、そして二本でですね。最終的に二本取りになりますけれども、このコットンヤンは一本ということで、一本取りって言ってしまいましたけれども、これとこれをね、合わせて二本で。ルミナスがね、せっかく余ってるので、この二本取りでもう六号針で編んでいきたいと思います。私なんか、あの、合数をですね、 あ,あんまり言うこと聞,聞いてなくて本当皆さんに申し訳ないですけれどもこれを6号針で2本取りで6号針で編んでいきたいと思います。とですねどういう感じで編もうかなと思ったんですけれども針はごめんなさい光でねちょっと見えないですけれども6号針ですね。 皆さんね、かっこいいね、かわいいね、かぎわとか使ってますけれども、私もずっと昔からこれなんですよね。<laughs> でも、もういいですね。これで編んでいきたいと思います。まずですね、ここに、すじ編みのところに、マーカーをつけておいてくださいって言ったじゃないですか、最初と最後。これをね、ちょっとこう曲げた感じでしたら、あの、すごくね、表を自分の方に向けて、 で、こう少しこう折り曲げた感じにすると、ここにこう筋がこうあるのがわかるので、これが72目あると思いますので、これを細編みをしていきます。なので、一番最初はここですね。ここ。ここから糸を引き抜いて、ちょっと編みにくいかもしれませんけれども、一度鎖編みをして、で、同じところに、ごめんなさい。私違うところに編んでました。 同じところにもう一度細編みを編みます。細編み。そして細編みの頭にマーカーをつけます。そしたら次はここですね。ここ。これが2目目なので、ここに細編み。あとはこの筋を拾う、筋、筋編みのこの筋なんですけど、こう折り曲げたら、 こう目,目,目になってて分かるのでここを3編みくるみながらいっています4鼻息荒くないですかね <laughs> ああの緊張すると鼻息が荒くなるので <laughs> えっと今何本何本でしたっけ 1,2,3,4,5,6ですね。これをずっと最後まで、最後のマーカーがついているところが72名なので、この目を拾いながら72目細編みをしていきます。こんな感じでですね。はい、えー、最後まで編んできたんですけれども、何回編んでも、このマーカーの手前までが72なんですよね。今71、72。だから私変なところに最後マーカーをつけていたみたいで、ごめんなさい。 ちょっとこのマーカーをつけたのが間違ってるみたいで、72。この、ここではなくて、こっちですね。ごめんなさい。マーカーをつけている手前まで。ごめんなさいね。あの、間違えてた。マーカーをつけているところが。なので、一個手前のところまでが、えー、っと、最後になると思います。72名。今、ここまでが72名なので、これで最後なので、このマーカーをつけた時がちょっと間違えてたと思うんですけれども、申し訳ないです。 で、72目編んできました。そして、この最初の細編みの頭に引き抜きます。ここ。そうですよね。そうですよね。間違えてたんですよね。引き抜き部分につけてたのかな本当に申し訳ないです。とりあえず72目編んできました。私がマーカーをつけてるところが間違えていた,いたみたいです。ごめんなさい。で、これで72。72目編んできました。そしたらですね、 ここからは、えっと、巾着部分を作りたいんですけれども、まず最初はいつものように、鎖編み1、2、3で立ち上げて、そして3目目にマーカーをつけますね。上の方だけちょっと違う編み方しようかなとか思ってるんですけれども、もうここは同じようにいきます。今ここに入れたので、次の目から1、2飛ばして3目目に、ここですね。ここに、 まあ、いつもするような感じで、長編みを2回と、鎖編みを1回、そして長編みをまた2回。もしかしたらもうこのままで、このままの編み方で終わるかもしれないですけれども、ちょっとやっていこうかなと思います。そしたら、次の目から1、2飛ばして3目目に長編み。そして、次の目から1、2飛ばして3目目に 長編みを2回と鎖を1回そして長編みをまた同じところに2回もうこれ何回か編んでるんですけれども次の目から12飛ばして次の目に長編みですねこれの繰り返しを最後までしていきますこんな感じですね はい。最後まで編んできたので、最後の方まで編んできたので、長編みを入れたので、次の目から1、2飛ばして3目目に、長編みを2回と、鎖1回、長編みに、もうあと2回ですね。2回入れます。そしたら、もう最後になりますけれども、また1、2飛ばして、この3目目の、3目目じゃなくて、3目目ですけれども、 最初の鎖編み3目のところに立ち上げ、立ち上げじゃない。ごめんなさい。<laughs> 引き抜きます。これで1段終わりました。これをね、ずっと同じように編んでいきます。なので、鎖1、2、3で立ち上げて、また同じところに、もうほんと同じような編み方しかできないですけど、申し訳ないですけれども、ただ、鎖編み3目で立ち上げたら、 これパチッてすすするるやつがいいですね。すぐ取れるから。そしてそしたら次のこのねこの間も多分この編み方したと思うんですけどこの2本2本の間の鎖編みのところにまた同じように長ここだけねもうもうあれの方はあの,もうあのこの編み方飽きてる方は飛ばしてください <laughs> 長編み2回入れて鎖編み1回入れて長編み2回ですねそしたら次の もうここまでですけれども、この長編みの、この頭にはまた長編み。これの繰り返しで何段か編んでいきます。なので、何段か編んでですね。今こう折り曲げてますけど、本当はこういう感じでしたいんですよね。だから、ま,まだちょっと見えない状態、ちょ、ちょこっとしか見えない状態で、こういう感じでこう立ち上げていきたいんですよ。絞る部分を。そして、これをね、ここにこう付けたいんですよね。こんな感じで。もう短めに。 あえて短めにしました。ここにちょこっとこうつける感じで、こんなバッグにしたいんですけれども、ここを何段か、えー、今から、こう、竜て絞ってもおかしくないぐらいの長さになるまでちょっと編んでいきたいと思います。後で何段編んだか、もうこの編み方で繰り返しますので、後で何段編んだかはお知らせしたいと思います。 はい。6段目の途中までなんですけれども、このピンクのルミナスがもうこのくらいしかないので、えっと、そこで使った、この、白のアクリルヤーンと一緒にこう、そこで使った、この、シアーホワイト。これをちょっとだけね、足して、あと、えー、1段編んであ、6段までこの編み方で編んで、もうこれも、このまま結びますね。 このまま結んじゃいます、ちょっともう。これ割れますね、ルミナスってね、やっぱりね。ここをちょっと結んで、ちょっと先っちょ切りますね。ここを結んで、もう上の方ちょっと色が変わ、少し変わってくると思いますけれども、もう全然気にしないで、で、ここら辺を少し切っておいて、まあ、編みくるみながらね、いこうかなと思います。なので、今6段目の途中なので、6段目が終わるまで。 この調子で、この編み方で編んでいきたいと思います。もうめちゃくちゃ綺麗なんですけど。<laughs> これ8号で編んでもよかったかなと思いますね。うん。でもま編んでみますね。6段、6段最後まで編んでいきます。はい、えー。この編み方で6段目編んできました。6段目の途中からですね、ちょっとあの、レミナスの糸が変わっちゃったんですけれども、もうこう絞った時にはそんなに、あの、上も少しこう、 ネット編みをするので、目立たないと思うので、このままいきたいと思います。なので、ここですね、鎖編み。6段終わったら、鎖編み1回して同じところに細編みをして、でも、あと鎖編みをこう編んでいきます。ネット編みのようにですね。くしゅくしゅっと少しなるように、いつものように。このなんか変なこだわりがあって。で、1、2、3、4、5回鎖編みをしたら、 この2目を飛ばして、もうこの2目というより、この長編みと長編みの間の鎖編みのところに細編み。で、また1、2、3、4、5をしたら、今度はもうこの長編みの頭、ここに細編み。また1、2、3、4、5をしたら、 また、長編みと長編みの間の鎖編み一目のところに、細編み。これを繰り返します。1、2、3、4。5をしたら、次は長編みの頭ですね。ここ、ここに、あ、引っ張っちゃった。ここに、細編み。で、また、繰り返しですね。2、3、4。5をしたら、 長編みと長編みの、この二つの長編みの間の鎖編みのところに細編る。これを最後まで、一周、七段目繰り返します。はい、ネット編みを一段編んできましたけれども、あとこのくらいですね、コットン、キララ、ニューキララコットンが余っているので、あと一段編めるんじゃないかなと思うので、あと一段だけしていきたいと思います。これ最後なので、鎖編みを一回、二回したら、 最初の細編みの頭に長編みをしますね。長編み。そしてまた鎖編み一回して同じところに細編みをしてから赤ーーをつけてまた1、2、3、これ2段目ですね。4、5をしたらこの 次の5目したところに駒1、2、3、4、5をしたら次のこの前段の5目のところに駒これを繰り返します1、2、3、4、5をしたら次の前段の鎖編み5目のところに駒これですねまあ、いつもの飲み方でごめんなさい <laughs> これをちょっと繰り返していきます はい。ネット編み最後まで編んできたので、鎖編みを1、2してから、最初の細編みの頭に長編みを1回入れます。そして鎖編みを1回してから、これで終わりたいと思います。これで糸始末とかはですね、もう長くなってると思うので、糸始末とかは今からしていきますけれども、これに、こっちがいいかな。 こんな感じに今なってるんですよね。で、これがこうギュッとこう絞る感じで、そしてこの2つの持ち手をここにこうつけるって感じですね。こんな感じでつけて、そしてお花を、<わ> <laughs> お花をこうつけるっていう感じなんですけれども、ちょっとリボンを持っていきたいと思います。はい、このダイソーさんで買った5色入った このリボンですね。この間も使ったんですけれども、どの色がいいかなと思うんですけれども、うん、もうこの白、白はちょっとあれだ。この真ん中のピンクを使いたいと思います。このピンクですね。このピンクをちょっと長さをね、ぐるっと合わせて切っていきたいと思います。はい、この今のさっき真ん中のこのピンクのリボンをですね、だいたいこの幅に、あの、 周りにこう合わせて、2本いるので、ちょっと余裕を持ってですね、この間ギリギリだったので、余裕を持って切ってきました。なので、これを糸始末をして、この半分にしてですね、このリボンを今切ってきたので、これを半分にして、まずここをちょっと糸始末をしたいと思います。ちょっとお待ちください。 はい、糸始末をしてきました。そしたら、ここ2本切ったのを、えっとですね、この6段目ここ真ん中にして、1、2、3、この模様が、1、2、ん ?1、2、3、4、5、6。裏側も1、2、3、4、5、6あるので、この、ここですね。 前から見て、この一本目、一本目の長編みの横、ここ、ー、うん、どうしよう、どうしようかな、まあ。ここ、ここでいいかな。それか、ここか。五段目か。どうしようかな。六段目でいいですね。あんまり上が、あ,あれでも、一 <laughs> 人ごと <laughs>、一人ごとすいませんけれども、この、 えっと、一本目のこのね、模様編みの横から入れて、また、こんな感じでね、出していきます。長編みを隠す感じでですね。で、またここから出して、もう手でザクザクいきますけど、この長編みを隠す感じで。これでずっと入れていきます。なので、もうほんと飛ばしますけれども、こっちも、この模様が一本、 長編みの模様が1本、2本、3本、4本。1本、なんかもう目が <laughs> チカチカしてわからん。1本、2本、3本、4本、5本、6本やっぱりあるので。なので、今度はここですね。この1本目の、この長編みの横。ここから入れて、6段目のですね。この模様編みの6段目の、この長編みの、この横から。ちょっと入れましょうか。こっち側は、ここから入れる感じです。 こんな感じで入れて、また、こう入れてですね。今したらちょっとわからんくなるけど、とりあえず、ここ飛ばしますので、こうして、で、この長編みを上、このリボンで隠す感じでまた入れるみたいな。こんな感じでしていきたいと思います。はい、リボンを両端に入れてきました。こんな感じでですね。そしてキュッて絞る感じで可愛くなるんですけれども、えっと、これを、 えっとですね、まだ終わりではないんですよね。こんな感じでして、そしてこれが真ん中なので、この持ち手をですね、ここら辺にこうつけたいので、まあ、大体のつけたい位置をですね、もうつけるところとかはもう全然省きますけれども、どのくらいの位置がいいかな。6センチぐらいのところ端から6センチぐらいのところに、 まあちょっとこんな感じでここですねここが6センチなのでここに待ち針をですねちょっと止めてこんな感じでこち,こ,こちらも、うん、ちょうどいいかなここら辺6センチぐらいのところでこう止めてですね ここ,こ、同じぐらいの長さをこう出してあげて、待ち針でね。待ち針これいただいたんですよ。視聴者の方に。ありがとうございます、本当なんか、こないだも言ったけど、もうほんと嬉しかったです。いつも買う買うって言って買わないからですね <laughs>。で、こうやって、こっち側もね、同じように止めて、6センチのところにこう止めます。 もうあの、ここはもう省きます。こんな感じで、今みたいにこっちから6センチ、こっちから、お好みだと思うんですけれども、6センチ、6センチ私が好きなので、そこら辺に留めてから、このコットンヤンが少し残ってるので、これでね、もうただ、こう、針で留めていくだけなので、ここは飛ばしたいと思います。そして、これもね、どっちかに、こう、ペタンとね、こう、あの、この糸で余ったコットンヤンでちょっと留めて、 えっと、出来上がりを、えっ、ー、と、見ていただこうかなと思います。それまでちょっとお待ちください。はい、持ち手とお花をつけてきました。なので、ここをですね、結びたいんですけれども、またこのビーズを使って結びたいと思うので、でもね、あの結構ですね、穴が小さいので、もう今回は決めてるんです。あ、でも、 これも穴が小さいのかな穴がちっちゃいですね。どうしようかなリボンなので、うんと、これにしましょうか。これもピンクがあったらよかったんですけどね。うん、どうしよう。でもちょっとピンク、うん、ちょっとこだわり。<laughs> なんかちょっとこだわりがあるので、 ピンクじゃないと嫌なので、やめとこではやめときます。もう今回は、これリボン、もうここをですね、もう普通に結びます。本当はね、ビーズつけたかったんですけれども、一応もうここは普通に結んで、後でね、いつもですけど、ライターで炙、炙って、ここですね、少し切って、ライターでジャジャーってしたら、あの、 これないと思うのでこれね、あの、穴あ、大きいビーズの、さっきのビーズのピンクがあった、何かに使っちゃったんですよね、私。だから、できないんですけれども、普通に結ぶだけでですね、こんな感じで、後でまたビーズ、あの、買ってつけてもいいしですね。で、キュッてこう結、かわいい。 可愛くないですかこれ。めちゃくちゃ可愛くないですか <laughs> これですね。ここちょっとこう、あれかな外れちゃうかな大丈夫ですね。まぁ、あ、ビーズまた買ってつけてもいいなと思うんですけれども、これ、サイズなんですけれども、えっとですね、楕円の底になるんですけど、楕円の底は 20×11 ぐらいですね。そして、 まあこんな感じでして、まあ、幅が27。で、巾着のとこはあれなので、ここからここまでが25ぐらいです。あ、でごめんなさい、15ぐらいですね。そして、この中に、こんなことしませんけど、普通。<laughs> こんなことしませんけど、かっこつけてみました。えっ、ー、と、ジェフリーの、このかわいい、このね、あれで、結んでます。これ、二段のダイソーさんで買ったんですけれども、蓋がきれいに閉まらなくて、今なんか、なんか、本当になんか、すごい大きな弁当を持っていってるんですけど、これね、あの、一応置いてるんですけどね、蓋が閉まらないので、なかなかこれは使いにくいなと思って、あの、今は使ってないです。 やっっぱり入入ちゃううかなこれが入ると思うんですよね普通にこんな感じでそしてここがちょっとあのやっぱりビーズつけないとちっちゃいからですねここの穴が大きいからビーってこう中に入っちゃうんであとでまた違うビーズを買ってつけようかなと思います。もうほんと可愛い <laughs> 見てください。ほら。めちゃくちゃ可愛くないですかもうめっちゃテンション上がってるんですけど、私。本当に可愛くなりました。ちょっと持ちにくいかな。いや、でも全然可愛いですね。ちょっと違う角度でほんと見ていただきたいです。お弁当こんなことしたら、あの、ひっくり返っちゃいますけど。もうほんと可愛い。いやー、可愛いですね。可愛い。これはもうちょっとね、あの、長くして。 もうちょっと長くしてビーズつけてしたらこう入れやすいかなと思いますけれどもここをですね私は6号針で編んだんですけど8号針で編んでも良かったかなと思います。あでもかわいいほんとかわいいこれなんですけれどもこれなんですけれどもねこれはえっと このミックスケーク、ごめんなさい、長くなっちゃいますけれども、この200円のミックスケークと、あとこのルミナスと、ルミナス、ピンクのルミナスですね、えー、シャインピンクのルミナスと、もうこのくらい余ってますけれども、このニューキララコットンでね、作りたかったんですよね、本当は全部。でも、玉編みをするので、どうしてもやっぱり円が足りない、あ、そこが足りないだろうなぁと思ってですね、 違うものをちょっと使わせていたただきましたそこはこれですねこれアクリルケイトダイソーさんのこのアクリルケイトのホワイトもう皆さんねよく見られる糸だと思うんですけどこのホワイトとルミナスのこのシアーホワイトこれを2本どり2本どりでこの底を編みましたそしてミックスケークと ルミナスでずっと編んでいってからあのここはですね。ほん申し訳ない。変なものをつ <laughs> あのごめんなさい。変なものじゃないんですよ。あの予定外のものをですね。 変なものとか言ったら友達からまた怒られちゃうんですけど <laughs>、その友達は分かってくれると思うんですけど、私がバカなので、言いたいことがね、言えないのが分かってくれると思うんですけれども、変なものとかではなくて、予定外のものを使ってしまいましたので、申し訳ないですけれども、この、どうしてもね、あの、あの、ここれ、そんな変わらんやんって思われると思うんですけれども、どうしてもちょっとこう、ベビーピンク、 を持ち手に使いたかったので、本当はこれを4本取りぐらいでルミナスと引き揃えてしたかったんですけど、これ1玉しかなかったので、これを2本取りとですね。そして、2本取りとこのルミナスでは、言ってること分かっていただきますかね。この2本取りとルミナスでは、ふにゃふにゃふにゃってなった、あのー、持ち手になるので、そこで使ったこの白の アクリルヤンをですね、使わせていただきました。この変なものっていうのはあの勘違いしないでくださいね。私がちょっと言い方を、言い方が変な、あの、頭がちょっとね、悪いので、ちょっとね、あの、説明の仕方がおかしいだけなので、変なものとかではなくて、予定外のものですね。本当は違う、こ,こういうので使いたかったんですけれども、予定外のものを使ってしまったのでという意味です。 変に誤解しないでくださいね。<laughs> 私が悪いんですけれども。で、ここですね。これは、このベビースタイルというのを使わせていただきました。で、ここもね、お花もルミナスがまだ余ってるみたいだったので、あの、このベビースタイル、かわいい。本当はこの色で使いたかったんですよ。あの、持ち手も。でも、やっぱりベビーピンクをどこかに入れたいなと思ったので、このお花をつけました。このビーズは、うん、セリアさんかダイソーさんのビーズだと思います。 本当申し訳ないです。言い方がね、おかしくて。そしてこの巾着の部分は、ここですね。ここは、このニューキララコットンと、えー、っと、いろいろありすぎてちょっとわかんないんですけど、このシャインピンクを2本取りで使いましたで。上の方だけですね。これ6段編んだんですけれども、6段目の最後の方が、あの、このシャインピンクがなくなっちゃったので、そこで使ったこの、 シアーホワイトを2本取りにしましたで。上のこのネット編みの部分も一緒にシアーホワイトで編んでいます。そして、えっと、うんと、紐に使ったのがこのダイソーさんで買ったリボンですね。これもうちょっと長めにしてもよかったかなとか思うんですけれども、まあ私これランチバッグじゃなくてもな何か入れ,入れると思うんですけど、で、ここですね、この、ここなんですけど、 ビーズをね、ちょっとつけた方がやっぱり良かったかなと思います。今はもうつけません。ちょっと色がやっぱりピンクじゃないと嫌なので、ピンクか透明じゃないとなんか嫌なので、そういうのがちょっと今ここにないので、ちょっとごめんなさい。今日はもうつけませんけれども、ここはつけた方がリボンでするならばですね、リボンでっていうか、絶対つけた方がいいと思います。あ、それか、ちょっと待ってください。 今ですね、このウッドビーズの白をこうつけました。ここ。もうこれが一番穴が開いているので、これ白があったので、もう白でもいいかなと思って、本当はこっち側をつけたかったんですけれども、こっちはちょっとピンクがないので、もうこの白を今結んでいるところの、ここからまたこう入れてですね、 入れててとこう引っ張っ張ですねもう一回ここでこう結ぶ感じで穴が大きいのでここでこう結ぶ感じでこんな感じでこうですねこんな感じでつけましたこっち両方なのでここがちょっと目立つけど目立たないように。 こういうい感じでしてこっちもこういう感じでちょっと目立たないようにしてそしてちょっとあとでまたうんあぶってあとでもう一度し直すかもしれないのでここはね綺麗にあとで長さを整えたいと思います。でこんなこんなになりましたけれどもかわいい本当にかわいいです。 めっちゃ可愛いあの、ランチバッグじゃん。あ、パン、パンみたいになりましたけど、言い方がですね。ランチ、春のランチバッグです。<laughs> 春のランチバッグになりました。もう、どうでしょうか。頑張ったんです。これ、本当に。<laughs> 2日に分けて撮ってますけれども、またね、ちょっと違う角度で見ていただきたいと思います。はい、ちょっと暗いですけれども、部屋がですね、もっとピンクピンクしています。すっごい可愛いです。春のランチバッグ が出来上がりました。本当にもっと綺麗なピンクなんですけれども、ちょっとね、あの、綺麗にお見せできないのが残念です。でも、後で手元でした方がすごくピンクに、あの、実物に近い色に見えるので、でも全体的にはこんな感じになります。可愛いランチバッグができました。はい、どうでしょうか。えっとね、こっちの方が少し、あの、明るい感じかなと思うんですけれども、 本当にもうピンクピンクして可愛らしい、えっと、ランチバッグになりました。ここですね。8号針で編んでもいいと思います。ここです。ここ。6号針で編んだんですけれども、まあ、こんな感じで引っ張っても構わないんですけれども、8号針で編んでもこう、ふわりしてよかったかなと思います。で、あの、ごめんなさい。あの、す編みのところがですね、最後のすじ編みのマーカーつけるところが間違ってたみたいで、申し訳ないです。本当に。えっと、 勘違いしてたのかななんか間違ってて申し訳ないですけれども、えっと、あそこは72目ありますので、そこだけ、あの、72目にね、していただけたら、ここのね、編み方ができると思うので、これですね、これができると思うので、ぜひ、よかったら、あの、あま いろんな糸使いましたけれども一応ねミックスケーキと私はルミナスで作りたかったんですよねコットンやんでなのでまああの予定外の糸を使いましたけれどもある糸であの余った糸であの作るのもすごくいいと思いますえっと今日は本当に可愛らしいもうほんとなんか満足したものができましたでもここもこれをつけつけたのでよかったなと思いますはい こんな感じでどうでしょうか皆さん。よかったらね、作っていただけたら嬉しいなと思います。えー、今日もちょっと長いでしょうね。2日に分けてるのでどのくらい撮ってるか分かんないんですけど、申し訳ないです。あの、いろんなね、変な、いろんな話とかもするので長くなっちゃうんですけれども、えー、っと、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。この巾着風の、巾着付きのですね、巾着風のランチバッグ、可愛い,いので、よかったらあの手持ちの糸で、 作ってみてください。えっと、パフェとか、えっと、キラキラ光る糸があったじゃないですか。ちょっと名前出てこないんですけど、そういうのを引き揃えてもすごく可愛いと思います。あの、見た目よりね、このカメラ越しよりすごい実物の方が本当にキラキラしてるので、特にここら辺とかもキラキラしてるので、すごい可愛いバッグになったんじゃないかなと思います。はい。自立しますし、こんな感じですね。最後は綺麗に。 終わらせたいので、はい、こんなバッグになりました。春のランチバッグです。えー、とパンみたいパン、パンのコマーシャルみたいですけれども、こんな感じのバッグになりましたので、よかったら本当に作ってみてください。今日も本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次はですね、何か考えて、えっ、ー、と、できるものがあったら、早速作ってみたいと思いますけれども、今はまだ考えていません。今日も本当に最後まで。 お付き合いありがとうございました。しつこいですけれども、次の動画もぜひ遊びに来てください。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。